高画堂スタジオシマリスさんチーム白衣性恋愛症候群リセラピあなたは生きなさい。あの子の分まで。まとめ髪を下ろして駆け出して行こう。時は皆未来へ進むよ。この毎日を落ち着く
相変わらずね。なんなんですか。渚先輩ですか。久しぶりね、かわい。うわ、どうしよう、本当に渚先輩ですか。感動の再会ね。でもサマイ、ちょっと驚きすぎじゃない。再会を喜ぶのはいいんだけど、なんでこんなところで白衣着てるの？なんでって。新入りは事務長室に寄ってから、更衣室のロッカーの鍵を渡されて、そこで着替えて配属先に行く。って、聞いてない？うちの主任さんたまに抜けてるから連絡ミスなのかもね。もしかして、渚先輩って、肩
年からここの内科病棟にいるよ。患者さんとしてじゃないですよね。もう、あいた。そんなわけないでしょ。ちゃんと看護師として働いてます。デコピンするのも久しぶりね。私も渚先輩のデコピン久しぶりだなって思ってたところです。以心伝心ね。私たちまたいいコンビになれそう。私の渚先輩のデコピンはこんなに強くなかったかも。あれ、そうだったかしら。そうですよ、まだ。それはね、沢井と長らく会えずに寂しがってた私の愛の表れなのよ、きっと。そんな愛はいりません。んーま、沢井のくせに生意気ね。生意気な子にはお仕置きよ。
今日からここの看護師として働く沢井ですけど。教えてくださってありがとうございます。もしかして沢井香織さん？はい。あらあら、事務長室には寄らなかったのね。え？新入りは事務長室に寄ってから更衣室のロッカーの鍵を渡されて、そこで着替えて配属先に行く。できる人なんだけど、時々抜けていることがあるのよね。あの子に全部任せてる私が言うことじゃないけど。あの、私内科病棟に配属されるって聞いたんですけど。あら、ごめんなさいね。ここで会って。内科病棟看護師長の時場です。ようこそ内科病棟へ。おはようございます。おはようございます。みんな揃っているかしら。主任がまだです。あらあら、行き違いになっちゃったのね。この子事務長室に行ってないみたいだ。市長、それは行き違いとは言いません。相変わらずツッコミ厳しいわね、山の内さん。じゃあ市長ひど私事務長室に電話入れてきますね。あの、ツッコミ厳しいのに気遣いの達人なのが山の内安子さん。内科山の内です。うちの主任に戻ってくるよう言うてくれます？あっちで座っている二人が今日の夜勤明け、高田さんと富士さんね。新人の
の沢井香織です。よろしくお願いします。こちらこそよろしく。手間が省けていいわね。戻りました。そして彼女がここの主任。私はあまり病棟にいないから、実質この病棟の責任者は主任の大塚さんよ。はい、わかりました。大塚、初美、お姉ちゃん。可愛い妹ができて。あなた、なぜ私をお姉ちゃんだなんて言ったの？なんと。なんとなく。看護師は人の命を預かる仕事よ。無意識であっても不用意な発言は患者さんを不安にさせるわ。気をつけなさい。はい、すいません。すいませんではなく、すみません。名和の人には申し訳ありません。いつまでも学生気分でいられるのは迷惑よ。その通りなだけに、新人にはきついわ。申し訳ありません。無駄足踏まされてイライラしてるのかも。気にしちゃダメよ。はいはい、おしゃべりはここまで。夜勤さん、待たせちゃったわね。4月1日、朝の申し送りを始めます。おはようございます。というわけで、沢井香織さんが今日から勤務開始になりました。卒後1年目なので、フォローしてあげてください。新人さんは大歓迎です。早く仕事を覚えて私らを楽にさせてください。やめんなよ。はい、頑張ります。以上、
新人からの言葉でした。言葉通り頑張ってもらいましょう。それでは夜勤さん、よろしく。はじめます。310の若本さん、昨夜外泊から戻りました。ということで、単層12、5層7、ドッポ6、空床5、総数30、夜勤帯入退院なし、変わりありません。じゃあ、重症部屋から、301アミノさん、昨夜不穏あり、ドクター指示にて鎮静剤来ました。後で説明してあげるから。今は黙って聞いてなさい。はい、すいません。すいませんではなくて、すみませんと言いなさいと言ったでしょ。同じ。すみません。まったく、あなたって子は。以後入眠、朝まで爆睡。今朝の血圧132-78。昨夜のことは何も覚えてないそうです。またかいな。310、若本さんお変わりありません。312、龍角さんもお変わりなしです。以上です。以上で朝の申し送りを終了します。お疲れ様でした。沢井さん、何ぼーっとしてるの。こっちいらっしゃい。はい、すみません。まず、今日は初日なので病棟の案内をしようかと思うんだけど、案内必要かしら。病院の構造は受付さんから聞いたのよね。はい、1階が外来で、2階から上が。あと、病院の脇に別棟として更衣室が立っているから、明日からはそこで白衣に着替えてください。はい、すみませんでした。いいのよ、あなたが謝る必要はないわ。今日のことは、あなたにちゃんと伝達しなかった私のミスだから。恥ずかしい思いをさせてしまって、ごめんなさいね。そんな。私のことはいいですから、説明の続きを。私たちが関係があるのは、1階の外来と検査室。採血や尿のデータはここに取りに行くの。あとは地下のレントゲン室。あとは2階の手術室の隣の駐在。
材料室、略して駐在。滅菌物はここで滅菌しているから、足りなくなったら取りに行ってね。わからないことはその都度質問しなさい。わかりやすい子ね。清潔不潔の概念は学校で習ったわね。内科でも外科ほどではないけれど、消毒が必要になることも多いわ。例えば転倒で怪我をしたとか、褥瘡を作ったとか。褥瘡を作るなんて看護師の恥だけどね。じゃあ次は病棟。内科病棟は301から312まで10部屋あるの。病棟の部屋番号は4と9は欠番にするのが基本なの。縁起が悪いからでしょうね。病室を案内するわ。ついて詰所の隣、301号室、通称重症部屋。心電図モニターがついてたり、末期が近くて DNR が出てない人の部屋よ。